皆さんどうもおはこんばんにちは、ハイグレタマオです。ということでまた雑談動画がですね、お久しぶりになってしまったんですけども、ですね、とんでもない事件が起きました。もうこれはね、これはとんでも、もう金本に次ぐ、とんでもない事件かもしれませんね。ですね、最近ね、また金本について、聞かれるんで、金本くんという方はどういう方なのか、説明しますと、金本くんっていうのはね、僕と同じ会社に、勤めていた、子なんですけども、その子はですね、僕と同じ学校を卒業して、同じように、同じ時期に面接を受けたり就職試験を受けたりして同じ会社に入ったんですよ。でその子はですね、めちゃくちゃ寡黙でいつもねずっと黙ってるような子で、なんか笑う時もみたいな、なんだろうな、ちょっと陰が入ったような方なんですけども、まあめちゃくちゃですね、でもいい人で、で俺も結構信頼してた人なんですけども、まあそんなね、金本くん、あと金本くんね、自分でアナニーもしたことないような人なんですよ。本当にこれ本当なんですけど、もうそんなような人がですよ、急にですよ、ある日急に僕がですね YouTube をやってることを、先輩に、会社の先輩にバラしました。その時はね、コールオブデューティーで暴言値を借りまくってた時期なんですけども、もうそんな、ブワーとか、死ねこらーっていう、そういう時期にですよ、会社の先輩にバラしまして、なんか、いつの間にか会社全体に、社長以外はほとんどしてたのかな？なんか、社長と従業員は、そんな仲良くない会社で、まあ、はい、まあ、それは置いといて、それでなんかそのある日ね、なんかある時を境に先輩と会うとなんかすごい優しかったり、すんげーニヤニヤされるんですよ。なんか違和感を感じてきて、である日その金本以外の同じ同期の人にもしかしてタモって YouTube やってんのみたいなこと言われて、ってなって、もう会社にいる時はもう素の玉尾なんで、素だからもう完全に固まっちゃって、みたいな感じになっちゃって、でもまあそいつは仲良かったから、なんで知ってんのみたいな感じに聞いたら、まあなんか風の噂でみたいなこと言われたから、みたいなことになって、でまあ唯一知ってそうなその金本、本当に広まるとしたら金本しかないと思って、いやでも金本だろ、そんないつもね寡黙でオナニーもしたことない金本くんがそんな急になんか人の人生がかかったようなことをそんな簡単にバラすのかと思いましてですね、まあ一応金本くんに聞いてみようと思って、金本くんのところにスタスタスタって言って、ねえもしかしてさ誰かにさ YouTube のこと話したって聞いたら、あ話したみたいな感じに言われて、ってなって、なんかこの前新しいスニーカー買ったよみたいな感じぐらいの簡単な感じで言ったから、もうってなっちゃって、っていう、俺のなんかすごいその信用してたなんかそのなんかパラメーターというか、それが一気にもうわーって崩れ落ちて、いやーびっくりしました。あの時は本当になんか飯も喉通らず、もうめっちゃもうそんな俺病むことないんですけど、本当に病んでましたね。もう本当に病んでましたね、あの時は。いやーで、まあ他のね、その誰々の先輩に行っちゃったって言って、一人の先輩に行ったんですよ。で、その先輩も、なんか多分面白がってるか分かんないんですけども、他の人にバラして、で、その先輩に聞きに行ったら、あ、それ金本から聞いたよみたいな感じで、ちょっとなんか気まずいような顔で言われて、そんな気まずいような顔するんなら広めるなよって思って、こっちは人生かかってんだよって思ったんですけど、もうしょうがねえと思って、まあね、いつかはなんかバレるんじゃないかなみたいなこと思ってたから、まあまあまあ覚悟はしてたけど、その時はちょっとちょっとだけやみましたね。いやー本当に、まあちょっとあれ違う
違うテーマで5分話しちゃった。ちょっとね、久しぶりにこのテーマで話したから、この、俺の鉄板ネタ、話したからちょっと長くなっちゃいましたね。まあそんな感じでですね、最近新規の人も増えたので、まあそういうことが僕の過去、人生の過去にはありました。まあ YouTube 関連は。はい、ということで、で、それに次ぐ、ですね、話題が最近できまして、話題というか衝撃のことが起きまして、先日ですね、僕、妹と、そして母親と会ったんですよ。まあ久しぶりに。で、まあ、ご飯行こうかってなって、まあ、その前にちょっと妹の家で、ちょっとみんなでゆっくりしてたんですよ。みんなでゆっくりしてて、で、なんか、タブレットとか、スマホの話になって、アンドロイドどうみたいな、まあ、何気ない、たわいもない会話なんですけども、まあ、母親が確かね、iPad と、なんか、アンドロイドの端末持ってんのかな。で、まあ、でもね、iOS はやりやすいよ、みたいな話をしてて、で、母親の iPad をね、iPad がでかいんですよ、結構。で、いいなと思って。どんな感じなのって使わせてもらって、で、使わせてもらって、で、ね、なんとなく、Yahoo で、まあ、Yahoo を開いて、で、まあ、なんかちょっと打ち込もうとしたら、その、検索履歴に、なんと、ハイグレタマオって入ってたんですよ。ゾッとしましたね。ゾッとしましたね。ですね、母親には、ひっとこともひっことも言ってないんですよ。ハイグレータマ、ハイグレータマのハの字も言ってないんですよ。びっくりして俺固まっちゃって、ちょっとトイレ行くかって言って、どこでバレたと思って、もう絶対一つしかないと、これはもう絶対妹がバラしたと、あいつら俺の人生を何だと思ってんの。まあ母親だからね、まあいいんですけども、まあそれでも恥ずかしいじゃん。まあ最近はね、そんな前みたいなさ、どぎついさ下ネタとかそういうのはないけどさ、やっぱりでもなんかまあ俺普段はまあ家とかだと一言も喋んないんだよね。まあ今一人暮らししてるんですけども、家族とも全然喋んなくて、まあなんかなんていうの、喋らない人なんだよ。その、親密度が高いほど喋らなくなる人なの。例えば、友達ができたとして、最初はめっちゃ喋るんだよ。でも、だんだん仲良くなるにつれ、もうなんか、仲いい友達ってさ、黙って二人でいてもさ、なんか、居心地がいいというかさ、何も喋んなくても、なんか、一緒にいれるじゃん。まあ、なんか、そんな感じで、家の中でもそんな喋んないんだよ。別に話すこともないし、話すこともないって言ったらあれだけど。まあ、で、まあ、だから、そのね、まあ、ハイグレタマオとか、まあ、ギャーギャー、実家にいた時は、ギャーギャー、うわーばーとか、叫んでたけど、名前は言ってなかったんですよ。でもなんか、いつの間にかバレてて、いやー、まあ、ちょっとこれからの活動が、まあ何もね、支障は出ないんですけども、ちょっとなんか緊張しちゃうなっていう、ちょっとなんか緊張、なんか、市役所行くみたいなね、荒野行動とかも、前、なんか、市役所何人行けるかみたいな、企画とかも、やってたから、ちょっと恥ずかしいな、みたいな、はい、感じですね。はい、完全に妹だ、もう許さんわ。今日の、夜、6時か7時に妹ドッキリ動画が出ます。はい、久しぶりの、妹との実写動画なんで、ぜひ見てください。はい、ちょっとこの夏休みは、実写動画が増えると思います。まず TikTok。TikTok ですね。これをやりたいと思います。まあ、これ荒野行動やった時の罰ゲームなんですけど、まあ、これは、やりたいと思います。もうアカウントは作ってあるんで、はい。あとは何をやるかですね。まあ、ということで、皆さんもね、身の回りのね、本当に、YouTube とかね、もしやりたいと思ってて、本当に周りの人に誰にもバレたくないと。そういう人はですね、
まあ一人暮らし、まあ家から離れて、こっそりとやってください。なんか前ジャンヌだっけな、COD でジャンヌダルクっていう COD 実況者でジャンヌダルクっていうのがいるんだけど、なんかジャンヌも確かはいどうもジャンヌダルクですって毎日のように言ってたから、隣の人がなんかはいどうもジャンヌダルクですって検索かけたんだよ、 Google でね。そしたらYouTuber ってことがバレて、まあなんか声かけられたみたいだけど、まあそういうこともね世の中あるから、皆さんね、もしねそういうなんか YouTube とかやりたいと思ってる方がいたら気をつけてください。はい、ということでね、今日はですね、まあ金本振り返りと、そしてお母さんバレたということで、はい、これからもお母さん今見てるかな、はい、すいませんでした。まあこういうYouTube という世界も、はい、まああるので、まあ僕は今、まあこれが生きがいとしてやってるので、まあ、よろしくお願いします。はい。ということで、それでは、BO4 の先行プレイ、先行じゃない、BO4 のベータがあるので、See you!